トゥアモットゥ諸島南東部の衛星写真、トゥアモットゥ諸島の風景トゥアモットゥ諸島は南太平洋にあるフランス領ポリネシアに属する諸島である。ツワモットゥ諸島とも書く。かつてはパウモットゥ諸島とも呼ばれていた。面積約857平方キロメートルの78以上の干渉からなり、世界で最も干渉が多い地域である。2002年の調査では、 ドゥアモトゥ諸島の人口は15,862人である。パウモトゥは支配された島々の井で、タヒチ島等のソシエテ諸島の立場からの故障であり、20世紀半ばからは、島民がその名を避けて、遠く離れた島々と呼ぶようになった。ただし現在でも島民が用いる言語については、パウモトゥ語、ドゥアモト語の両方の呼び名が用いられている。現在、ドゥアモト諸島における、 主な産業は、黒真珠の養殖とコプラの生産にある。島における農業は、原則、自給自足である。近隣のソシエテ諸島と比較して、観光収入は乏しく、マニヒ干渉、ランギロア干渉、ファカラバ干渉等で、スキューバダイビングやシュノーケリングが行われている程度で、ある。サイエンス市の2007年9月28日号に、 掲載されたケネス・ディ・コラーソン・とマーシャル・アイ・ワ・イラーの論文、ストーン・アズ・コンポジションズ・ザ・イクステント・オブ・エンシェント・ポリネシアン、ボイジング・トレードによると、ツアモチ諸島で収集された古代の石符のうち少なくとも一つは、ハワイ諸島、カホーラウェ島の西側、ケアライカヒキ海峡に面した地域の火星岩を用いているとのことである。これはすなわち、古代には、 タヒチやマルケサス諸島からハワイに向けての航海だけでなくハワイ諸島から現在の仏領ポリネシアへの航海も行われていたという証拠である。ドゥアモツ諸島の地図東西 1300km、南北 1000km の範囲を描いたもの北西から南東方向へ。ありがとうございます。